記者会見を開始したいと思います。記者会見列席者につきましては、本日受付でお渡ししました資料ナクダットを参考としてください。質問は本日の議事の順番に基本調査、甲状腺検査の順にお受けします。終了妊娠調査については質問は、その後で、はい。終了時刻なんですが、会場の使用時間の関係もありまして午後5時を目安とさせていただきます。時間が限られておりますのでご協力お願いします。質問される際には挙手願います。私の方でお察ししますので、お名前をお話してから質問お願いします。ではまずはじめに、星座長から一言お願いしたいと思います。はい。時間が長くなってしまいまして大変申し訳ありませんでした。記者会見効率的にさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。それでは本日の検討委員会での議論を踏まえての検討委員のご所見等について、質問をお受けいたします。質問につきましては、まずは座長を受けていただき委員の方からお答えをいただきます。最初に基本調査についてです。ご質問がある方は挙手願います。LCM プレスの押取と申します。よろしくお願いいたします。まず行動記録が4ヶ月未満の方々がおられたということなんですが、それは具体的に大体どれくらいの期間、数週間なのか、3ヶ月程度だったのか教えていただけたらと思います。で、その行動記録が4ヶ月未満の方々で放射線作業従事者以外の方でも5ミリシーベルト以上被曝された方が146名おられるのですが、期間と被曝線量の情報がある程度ないと、数週間で、3ミリ、4ミリ被曝された方がおられるのかということなどいろいろ疑問が出てくるのですが、そのあたりの評価はいかがでしょうか。本日その詳細な調査の結果を受けておりませんし、その準備が整っているかどうか分かりませんが、もし可能であればお答えいただけますか。期間の、推計期間の分布については、こちらの方である程度の、調査をしておりまして、一番多いパターンが、3月11日から25日までの2週間で、終わっているというようなパターンが一番多いです。で、推計の期間と線量とのことに関しまして、お話が出ましたけれども、これに関しましては推計期間が4ヶ月未満の方で比較的高線量の方は、私どもの方で行動記録を調べております。例えばでございますけれども、15ミリシーベルト以上で推計期間が4ヶ月未満の方は1人、ございます。別点資料に示した通りでございますけれども、これは7月9日まで行動記録がございます。ですので2日間足りないだけというようなデータでございます。このような形で比較的高線量の方についてはほぼ4ヶ月に近いデータが得られているということは確認しております。ありがとうございます。この、5ミリシーベルト以上の方が146名なのですが、この方々のその2週間一番多いと言われるその行動記録が2週間の方々も含まれるということでしょうか。はい。そこまでの調査はまだ現段階ではしておりませんけれども、4ヶ月未満の方全体を、集計したところ、2週間程度で、終わっている方が、多いということは、調査で分かりました。分かりました。すみません、この件に関しては星田長に伺います。基本調査で外部被曝線量が高かった方々と避難区域の、13市町村の方々には特定検診に白血球の分割などを上乗せした健康診査をやっておられましたが、結果は、白血球数、リンパ球数、好中球数の減少が見られたが、性別や年齢別による偏りはなかったということで、それ以外の方々の、福島県の方々の地域との比較はされるのかどうかということを以前から質問していたのですが、情報があるのならそれはしていただきたいということを星田長以前におっしゃっていただいたのですが、私が取材しましたところ県内59市町村のうち避難区域13市町村以外にも特定検診のおなすで血栓を24地域血小板白血球の分割を11地域やっておられますので、比較的白血球の分割を見ておられるのは被曝線量が高い方々ですので要望なのですが、この県民健康管理、県民健康調査の検討委員会でこの白血球の分割の調査の比較を出していただけませんでしょうか。ですね、ちょっと今日議論になっていないその局面ですので、
ただ基本調査やその健康審査ですかね、その健康審査の結果についても、これからどうしていくのか、あるいは先ほどの話もありましたけど、その範囲をどうするか、どう比較していくかっていうのことについても詳細に検討する必要があると思ってますので、これをスルーするって先ほど言ったスルーするという話ではありません。ただいつどんな形でやれるかということも今後詰めていかなきゃいけないと思っています。ありがとうございます。前々回で、星座長が同じようなデータがあるならこれはまあ安心のためにも比較を出した方がいいのではということをおっしゃっておられたんです。ただそのデータが使えるデータとして我々の手に入るのかという話、その他のことをちゃんと精査しないとやれるともやれないとも言いませんけども、それを無視して全くその範囲をその範囲のことだけを見てこうでしたということだけで終わらせてはいけないと、それは思っています。わかりました、ありがとうございます。はい、他にご質問は。じゃあ中央の、朝日新聞社の大岩です。この、4ヶ月未満の方が、まあ、8万人近く一緒に、集計されてたってことはなぜ今頃になって分かったんでしょうか。それの説明はできますか。はい、お願いします。4ヶ月未満のデータは、当初、例外的なデータであるというふうに考えておりました。例外的なデータであるために、全てのデータを、一緒に集計してしまうという集計方法を採用しておりました。その集計方法が、定例化したというか、その集計方法を、ずっと採用してきたということはございまして、結果的に数が積み重なって、このような数に、なったという状況でございます。提出の時期とその欠損データ の関係というのはどうなんですか。それって分かりますか。この段階でご報告しているということにつきましては、本年度から、データベースが本格的に稼働いたしまして、詳細な、解析ができる状態となりました。それで基本調査に関しましても、詳細な、解析をこれから進めるにあたりまして、データベース上で、推計期間についても調査を行ったところこのような数があるということが分かりましたので今回ご報告させていただきました。はい、よろしいでしょうか。他にご質問ございますか。はい、なければ次に進みたいと思います。続いて甲状腺検査についてご質問のある方お願いします。黒井マスクの方。テレビ朝日の岩地と申します。甲状腺がん2の10のページのところについてお伺いしたいんですけれども、4つほどちょっとお伺いしたいんですが、まず1つが、この2の10の表っていうのが年度の違うデータを1つに混ぜているような気がするんですね。要するに平成23年、24年、25年というふうに、取ったデータなので、後半に行けば行くほど年齢ももちろん上がっていきますし、もし放射線の影響があるんであればその影響もどんどん出てくるというふうに、まあ、素人だと考えてしまうんですが、その辺のことは、これで考慮されているんでしょうかということと、会津地方では二次検査完了者の割合が他の地域に比べて比較低めであることが影響されているというふうになってますが、この他の影響については何らかの検討を加えたのかということがまず一つですね。それからですね、次がもうちょっと前で2の6の表なんですけれども、先ほど鈴木伸一先生が、この表について非放射線の年齢分布の、データに非常によく似た図であるという、分布図であるというふうに言っておりましたが、僕はちょっと勉強不足なのかもしれませんが、非放射線の、若年層の、甲状腺がんの年齢分布図というものを見たことがないので、これはどういうデータからというものをちょっと明らかにしていただけないかなと思います。それからですね、チェルノブイリの、先ほど、中川どれだっけ安村副センター長が、
チェルノブイリのことを仮説にしているというふうにおっしゃっていましたが、チェルノブイリでは事故以前と事故後に生まれた子どもたちの比較で、事故以前に生まれた子どもたちの方が事故後に生まれた子どもたちに対して甲状腺がんが多いということが割と決め手になって、甲状腺の影響が認められるというふうな判断があったような気がするんですけども、今回の調査では事故後に生まれた子どもたちに対しての追跡調査はされないというふうになっていると思うんですが、その辺について今後検討されるのかどうかということをお伺いできればと思います。すみません3つですがよろしくお願いします。最初の話は、清水先生の答えになります。いいですか。あ、いや、私の誤解かもしれませんけど、年度の違いというのは地域の違いなんです。で、初年度には現場に近いところに。ですから、でも例えば会津地方が遅くなれば年齢は上がっていくわけだから、初年度に比べたところに対して甲状腺がんになる人たちの割合は普通増えていくというふうに考えられますね。データの作り方っていうより解釈の問題ですね、はい、そうですね、はい、そこを真っ当に一等にこう比較はできないんじゃないかということなんですけど、ですね、先ほどその詳細なことについて、検討すると言って言いました。私もでこれ必要だと思います。受けてる年齢層が変わっていたり、その受けてる人たちの、ポピュレーションだけで、年齢というか形が変わっている可能性がありますので、そういう年齢調整というのは当然しなければいけないんだと思います。今日はここに示されたデータは素データ、素データといいますか、こうでしたということですけれども、当然評価するにあたっては年齢調整、その他をする必要があると思います。それから、若年層年齢分布がどうしたという話については、鈴木先生何かコメントがあればどうぞ。はい、ありがとうございます。私が申し上げたことなのでお答えしたいと思います。我々がいろんなところの説明会で使っている資料の中にもありますけど、チェルノブイリのデータでも1994年のニッコロフたちが出したキャンサーの論文、あとは、1998年なし99年日本人の白ひげさん、たちが出した日本とチェルノブイリの小児甲状腺がんの比較の中で、やはりどちらも大体11歳くらいから上の方にからだんだん増加してくるというような形の放射線の影響のない被ばくの小児甲状腺がんの 年齢分布というのを出されています。通常はそれ以外にもございますけど、そういうものを一般的に見て評価しています。はい、あと先ほどの年度ごとに入っていったことに関して、もともと2の8ページに年度ごとの我々が出しているわけですけど、その他に、地域性をよく知りたいという意見が多くあったところで、福島県の特性と、しかもこれが年度に遡らない、交差しない流れで民がから民が一番遅い年度なんですけど、ちょっと重なっているのは中通り地方が24年と25年度が重なる。で、お答えのように毎年がんが増えるかというと、今まで年度ごとに検診をしているわけではないので、してがんの頻度というのは それほど毎年どのくらい増えるかというのは、ですから B 判定や A2 判定は年度ごと増えるというのは分かりますが、そこからの比率から考える と、その3年間を置いたことがその頻度のがんの頻度の値に影響するというところまでは至らない可能性があります。ここはもう少し計算しなければいけないというのが星座長のおっしゃったとおりであります。はい、それからチェルノブイリの仮説です。新たに生まれた人の対象に加える加えないという話をしましたが、その件に関しても、今のところ想定はされてませんが、もともとチェルノブイリでやったスタディも、随分経ってから事故後10年とか立ってから確か98年頃からだったと思うんですけど、ちょっと正確な数字が出たんですけど、それがランセットに出た検診の報告だと思うんですけど、その時も、事故後ですから十数年経って、1年後に生まれてた1987年1月1日から生まれてた人と、それまで生まれてた人のグループ
で約1万人弱の検診をした。あと体内被曝の人の体内にいた人の検診も比べたっていうのがデータがあるわけで、直ちにやったわけではないということですので、今それしか僕らのところではお答えすることはできないと思います。私自身は聞いておりませんけど、皆さんで検討して、まさにそういう議論をですね、これから先にしておく必要があるんだろうと私は思っています。で今回は1年間ですね、23年4月2日から24年4月1日に生まれた方を追加してやるということ、これ前から決めていたことですけれども、やられているとその後のことをどうするのかということも、これらの結果を見ながら判断していくことになったと思います。はい、中央の黒い半数の男性の方。朝日新聞の本田といいますが、今の関連で、その前にですね、念のための質問なんですが、今回1巡目がおおむね終わってですね、会津地方と中通りを比較した場合ですね、比較的その線量が低いと言われた会津地方と比較した場合、単純に試算してみたら、1.3 倍ぐらい出たんですけども、ただこれは検討委員会の中で報告されたようにですね、会津地方がまだ暫定値でありですね、さらにその調整の必要もあるということで、今のところそういう結論をめいたことは断定もできないし言えないというご判断は星座町の方からもう一度その通りでいいのかということと、それからやはりこの段階で暫定値にしろ、これだけのデータ出てるんだからということで、他の委員の先生方とかに少し今日はあんまりそこが出なかったんですけど、異論があるならぜひそこでもお伺いしたいというのが1点と、それから2点目は今回 A2 判定と B が増えた理由についてですね、もしどなたが解説していただければと思いますが、1点目については前者でありまして、現時点で、まだ出揃ってないデータでどうというふうな話ではありません。それと B 判定 C 判定と先ほど話があったと思います。私の理解では、対象者の年齢が上がってきているということ、平均年齢ですね、上がってきているということが一つの理由ではないかと私は理解しましたが、不足があればいいですかということです。みんな先生方みんな一緒ですか。そういうふうに説明を受け、そう理解しました。わかりました。もう一点だけじゃあ組織的なことでお伺いしたいんですが、春日先生の提案でですね、今後事務局はなしで、その自由に委員の方たちが議論する案を出されて、県の馬場さんも大賛成だというふうにおっしゃったんで、これは実現するものと理解していますが、この具体的な中身としてはフォーラムのようなものと考えていいでしょうか。で私も取材してきた一人 の, マスコミの人間としてもですね、そういうものがあったら、例えば今日でもですね、私たちだけじゃなくてたくさんの保護者の方たちも大変な関心を持って来てるわけですよね。で逆に言えば春日委員のその提案っていうのは、逆に言えばやっぱり今検討委員会が説明責任をやっぱり果たしてなかったんじゃないのかという、星さんからもそういうふうなちょっと少しコメントありましたけど、もう少しきちっと県民に対してこの調査の目的も含めて説明していく必要があるんじゃないかと、そういう理解でいいとしたら、もっと今日傍聴に来ているような人たちも自由に発言できるようなフォーラムのようなものをおやりになる考えはないか。で逆に僕らもその県の人がいない方が非常にいいと思うのは、僕らに対する取材制限も全くなくなるしですね、自由に僕らがいろんなところから写真を撮って議論を捉える、そういう直接な活発的なフォーラムの提案と考えていいんでしょうかと。ですね、春日先生の意図は、私の理解を先に言います。私の理解は、その県民の方々を入れてフォーラムということの前にですね、県民の意見を聞くべきだというのはまた別な観点で言われましたので、それはそれとして僕も理解しています。ただそれを一緒にフォーラムのような形でやるというよりは、むしろ私はその前に今ここに参加している委員同士がしっかりとした意見交換と、それからやっぱり議論を重ねて、お互いの考えていることやお互いの話している言葉の意味とかですね、意義とか、そういうことを表面的にしか捉えてない可能性が大いにあるから、そういう誤解も埋めたいという思いがあって、私はしっかりとした議論をする機会を持つべきだと。その場合には説明を受けるとか何かをするっていうんじゃなくて、委員同士の具体的直接的なやり取りが必要だという、私は春日先生の提案をそう理解しました。で春日先生に聞いてみましょう。ぜひ春日先生にお伺いしたいのは、県民のここに傍聴に来ておられる方の意見を直接聞くような、ね、そういうフォーラムみたいなものは想定されてないか、やりたいとお考えになっているのか、
っぱり今までなかったことなの。県民の皆様のお声を聞きたいと思っています。で、星座長もおっしゃったことその通りなんです。私はだから2通りのことを希望していました。さっきの、その委員会の中での発言は、それは意見をお聞きすることではなくて、委員の中だけでのその議論をもっと深めたいというそういう趣旨の発言です。でも別の機会に発言しましたように、別途ですね、やっぱり県民の方の声を直接お聞きする機会は作りたいと思います。ただそれはフォーラムがいいのか、あるいは、何か文書でこう出していただく方がいいのか、両方をやった方がいいのか、それは考えていかなくてはいけないと思います。というのはやはりこれだけこうもっと大勢になった場合ですね、発言できる人って限られてくると思うんですね。で、私もそうですけど、なかなかこう手を挙げて発言するのは勇気がいりますので、発言された方がですね、本当に普通のお母さんの気持ちを代表しているだけではない時もあると思うんですね。なので本当に私としてはもう普通のお母さんたち、普通の県民の声をできるだけお聞きしたいんです。そういうことが可能な方法っていうのを考えていかなくちゃいけないかなというふうに思います。文書だったら先ほど県の方がお呼びになったようなメールででももう来てるんじゃないですか。受付がしてるわけですから、それは委員がもっとコミュニティに降りていくとか、そういう方法を考えておられるんです。でも私たちはまだそのメールで集まったというご意見すら見ていませんので、そういうことはまず一歩として始めなくちゃいけないと思っています。ありがとうございました。はい、じゃあ中央の女性の方。共同通信社の前田ですが、地域別 の、 データの件で、確認したいんですけれども、今回この会津地方がまだ出揃っていないということで、それ以外の3つについてはほぼ似通っているということで、県立医大側の見解としてはこれまでその放射線の影響は考えにくいということを裏付けるようなものだというふうに見ていらっしゃるかどうかという確認をお願いします。県立医大側はということですかね。少なくとも我々はこう提示をされたデータをこういうふうに出てきたと、それから会津地方はまだ出揃ってないというふうに、受け取りました。でこれまで言っている通りでありますので、大きな変更の議論もしていなかったということですね。でただし、詳細な分析を経る必要があるでしょうねということについては一定の理解を私は委員の間では得られたと思っています。県立医大側ではって言うんですけど、それはどういう意味でしょうか。というかそのまだ出揃っていないので最終的な判断というのはまだと思うんですけれども、現状の他の3つの地域についてはもう出ているので、これについてどういうふうな評価をされているのかということをお聞きしたいんですけれども。この2の10の地域別比較による結果と考察についての2つ目の墓地に、書かれていることではないんでしょうか。これは県立医大のある種の結果と考察ですよね。これ医大側からの提出の資料ですので、その、まあ、ほぼ同様であったと全体に書いてありますけれども、ほぼ同様ということは、まあ、その今まで の、 その10代 の、 放射線の影響は考えにくいということを、まあ、裏付ける一つの材料になると思うんですけれども、それはそういう解釈でもよろしいでしょうか。はい、私はそう理解しています。 あともう一点なんですが、この地域別で空間線量の違いで差があるかどうかということだけでは、まあ、その影響があるかどうかで不十分だと思うんですが、まあ、個人の被曝量との関連というところがまあ必要だと思うんですけれども、そういった意味で、今データの一元化を進めているところだということなんですが、このデータベースが今どれぐらいの進捗状況なのかということを確認し、まあ、いつ頃活用できるのか、その市町村が把握している内部被曝量と県民健康調査での外部被曝量と、そういったものを今
データを一元化しているところだというふうに聞いているんですけれども、それがまあどういう進捗状況なのか教えてください。はい、それについてはお答えいただけるよ、何かコメントありますか。ホールボディカウンターのデータ、ホールボディカウンターのデータをデータベースに一元化するということに関しましては、2月の検討委員会で確かご報告させていただいたと思います。それに従いまして、準備を進めているところでございます。今そのデータの入力が何割ぐらい進んでいるですとか、その活用をするまでにどれぐらいをめどに終わらせる予定だとか、そういう具体的な進捗状況を知りたいんですけれども。はい、私どもとしては県に集めていただいたデータを医大の方にデータをいただくということになっておりまして、その一部は、こちらの医大の方に来ているという状況です。残りについては今引き続き県の方で収集ですとか、データのフォーマットの調整をしていただいているという段階です。今一部入力を始めている状況で、まだその目処は立っていないというようなところですか。ですね、はい、データは医大に来ておりますけれども、具体的に住民の同定といいますか、一人の住民の方について基本調査とホールボディとこう統合するというところまではまだできていないという状況です。ありがとうございます。はい、他に先生、フリーランスの木野ですけれども、まず1点がですね、ちょっと確認なんですが、改めて今のその地域分布 2-10 の2つ目のポチなんですけれども、この表記の仕方をそのまま検討会の方では認めたということではないというふうに理解したんですが、要するにこれから精査が必要という言葉はさっきおっしゃった座長からあったと思うんですが、そういうことでよろしいんでしょうかね。これはこのまま私は受け止めたつもりです。ただし前からお話をしています、本当にそのどうなんですか、影響があったんですかないんですかというクリティカルな答えにもし答えられるとしても、それをするためには十分な検証が必要だろうということを申し上げていたのですね。わかりました。じゃあその上でお伺いしますが、先ほど最初の質問にもあったんですけれども、この表記はですね、要するに年度の違うものを丸めてしまっているので、要するに評価ができないものを評価しちゃっているように思えるんですけれども、そういう考え方というのは検討会ではないということになるんでしょうか。これ評価じゃなくて結果ですよね。で、私が思うには皆さんその、影響があるという前提、なのか影響がないという前提なのかということですけど、今まで私たちが理解をしている範囲は、前から何度も言ってますけれども、チェルノブイリの例を取れば4年を超えたあたりから増えてくると言われていると。だから前提とすれば、それまでは増えないんじゃないかという前提で比べてみました。その結果として3年目の3年間の先行調査を地域ごとに比べたらこういう結果ですということを我々は報告を受けてそう受け止めましたということです。ですからこれがその4年未満に変化がありうるということを前提に、前提としてそのことをもし証明するとすれば、それはもちろんそういう意味での詳細な評価検討は必要だというふうに申し上げているのであって、年度が違うから評価できないものを一緒に評価しているというふうには理解していません。事故の時の年齢にならせればそんな問題ないんですか。ただこれは事故の時の年齢ではなくて、年度が3年にわたったものを並べて、でその結果として相槌地方でやや低めであったという書き方になっているので、単純にこの報告書だけを見ると年度が違うものを丸めてこう低めであったという結論にしてしまっているように捉えられるのではないかなというふうにちょっと考えたのでお伺いいたしました。もう一回別件なんですけれども、この間の先日の甲状腺の評価部会でもあったのですが、現在 その手術時の状況のデータですね、今日も話があったと思うんですが、これに関してがん分類 の進行分類 TNM の分類をですね、出さないのかという話が先日もあり、鈴木教授の方からデータは論文で公表するというような話が出ていたので、要するに公表できないものではないと思うのですけれども、この TNM の分類あるいはそのがんの状況の分類のデータというのを公表する考えというのは現状ではございますでしょうか。
2つ意味があると思います。1つは鈴木先生という教授が自分の調査結果と研究としてうんぬんという話があるんだと思いますけど、少なくとも今日ここで私たちが議論しているのは、今まで見つかっているがんの患者さんたちについて、先ほどいわゆる過剰診断の話も出ました。それをいや、本当に病気がどうだったのかっていうようなことの議論を、もしこれからもしっていますか、これから先論点の中で整理をして議論をしていく時になって、そのデータをいただける、つまりそれは患者さんの同意が得られているとか倫理的に OK とか、先ほど倫理の話も出ました、そういうことがあった時点で、その評価のデータとしてそれをもらえるかどうかということを含めてですね、これから話をしようということを今私は提案をし、それをについて議論が始まったという理解です。したがってそれは鈴木先生が出すか出さないかというのは鈴木先生がお答えになる、また違う次元の話を一緒にされているような気がしますので、鈴木先生は鈴木先生の立場でお答えをいただくかいただかないか、どうぞ。まさにその通りで、2つ意味があって、我々は自分たちの診療を治療に対してはある程度報告をする義務もありますし、それと今回の、検討委員会での位置づけ と、そこに対する全ての治療のアウトカムというのはまた別の話なので、こう検討委員会でも申しましたけど、検討委員会の中で必要とあれば我々を含めたこの医療個人情報をどこまで出すべきかというのを検討いただいて出していただかない と、こういうところに出せるものではないということであります。ですから決して出さないとか出すとかいうことであって、こういう委員会でよく考えていただいて方針を出していただいてということです。1点だけ確認です。その方針はそうすると次の評価部会なりで出てくるというふうに考えてよろしいでしょうか。次の評価部会で出るかどうかはまだ未知数です。今度のそうですね、評価部会ですね、評価部会での議論を踏まえて、もちろんお願いするとすれば、この親の部会、親 の、 検討委員会の方からお願いをするということになると思いますので、評価部会での議論を待ちたいと私は思っています。もう一つだけ、そのデータなんですけれども、当時その評価部会で会場診療の意見をおっしゃっていた渋谷先生は、データが出れば全てが解決するというふうにおっしゃっておりました。今会場診療に関して県からその不安があるという声があったというお話がありますが、データが出ればすぐに、解決するという話が一方にある中で、データがなかなか出るか出ないかわからないというのはちょっとよくわからないのですが、その辺どのようにお考えでしょうか。過剰診断の問題、過剰診療ですねの問題については、どうやら私は少なくともこの間の部会のやり取りをの議事録を読ませていただいて、少しちょっとこうお互いの定義というか使い方がこうずれてるなという印象を私は持っています。ですから、もちろん、今回皆さんに合意をいただきました次の評価部会をするにあたり、可能な範囲で必要なデータがあったら県に対して要望するということは可能だということを含めて、事前の準備もしてもらうということをお願いしています。ですからその中で、その渋谷先生の言うところのそのデータというのがその形で出るかどうかということは私今即答できませんけれども、そういう議論はあると思います。はい、時間の関係もありますので、ご助成に関してはあとお二人だけにしたいと思います。全員お願いします。全員は無理です。はい、そうすると評価部会でこの次にそれは取り上げてやるつもりでいますけれども、大きなズレがあるんですね。現時点でそれは疫学的な検知から見た結果と臨床学的な検知から見た結果と全然違うんです。つまり全体を見るのと、全体から部分を見るのと、一人一人の患者さんを見るのと、その辺の話ポイントがちょっとずれてるんで、その辺のことも含めてこの次の評価部会では議論したいというふうに思います。すいません、 NHK 福島の松村と申します。過剰診療の話のところにかぶってくるかと思うんですが、少しちょっと短絡的な理解になってしまうかもしれないんですが、なんて言うんでしょう、
転移の方の割合がまあ高いっていう話がまあ出たかと思うんですが、評価部会でもそれをまあちょっと普通に考えてしまうと、潜在的にこれぐらい高い方が多いのかと、このぐらい症状が進んで手術が必要な方が多いのかというふうにちょっと考えてしまいまして、そうするとまあガイドラインの問題になってくるかもしれないんですが、まあ潜在的にスクリーニングで見つけた方がこれだけ、もしそのガイドラインによって深刻な状態で手術をしたのであれば、こうそういう人が多くいってしまうのかっていうふうにちょっと理解してしまったんですが、ちょっとそこに関して何かいただければと思います。ちょっと意味が今一つ理解できなかったんですが、検査をしました、見つかったがんについて吟味をしました、吟味した結果、現行の基準に合わせて手術が必要な例については手術をしましたというふうに私は理解しています。で、どの時点で見つかるかによって、その病気がどうなっているかというようなことの詳細については私は専門家ではないので分かりませんけれども、そのどういうことであれ見つかったがんについて同じようなそのスタンスで、その処理といいますか治療に当たるということで私は理解をしていまして、こんだけの数がいたというふうに理解するのがいいのか分かりませんが、要は長らく同じような状況が続くということも、容易に想定できるわけでありまして、それをまあ早い時点で見つけて、であるカテゴリーに沿って、やはり切るべきなんだということで、患者さんもご家族も納得の上で切られたと私はそういうふうに理解していますが、鈴木先生それで間違いないですね。あと、今ご質問の方ご自身の今仮説を述べられたんですけど、その前に2の6ページに私どもが手術の適応症例について書き込みましたので、そこをよく読んでいただいていただければと思います。で、先ほども申しましたようにそれ以上のことに関してはここで議論した上で具体的な症例を出す。ですから今あなたがおっしゃったことに関して具体的なことはないので、今そのくらい進行しているとかしてないとかそういうことはお話してませんので、この範囲の中で判断していただければと思います。はい、大変申し訳ないですが一旦甲状腺に関してはここで、止めておきたいと思います。最後にまたお時間取っていただけるんですか。最大ですね、おおむね5分か10分ぐらいの方は考えてましたが、その時間があればということで、続きまして、妊産婦に関する調査に関して、LCM プレスのしどりと申します。平成23年度と24年度に発表されておられました、妊産婦調査で地域別と異常別の発表が今年の8月に平成25年度の分も発表されるということを前回前々回おっしゃっておられたのですが、今回発表がなかったのですが、それはどうしてでしょうか。すいません、ちょっと僕から一つ答えさせていただきます。私は座長として実は今日議論するべき事柄を、しっかりと議論するべき時間を取りたいということで、他の部分をできるだけ端折ってくれというお願いをしました。その結果ではないかと私は思っていますが、そうでなければそうでないと言ってください。安村ですけれども、今回先ほど藤森先生からもありましたけれども、この調査、26年度の調査をここで内容について承認いただくということのみを今回のこの検討委員会での、検討内容にさせていただきまして、座長の方からも まとめた報告を今回はしなくてよろしいというご指示でしたので、内部では資料に関しては現在は集計評価じゃなくて集計中ですけれども、今回は提示していないと。でちょっと私も進行管理十分できていないんですけれども、次回以降まとまった段階で結果は当然公表させていただきたいと思っています。よろしいでしょうか。次回以降、分かりました、よろしくお願いします。はい、他にございますか。朝日新聞の福宮といいます、今度の妊産婦に関する調査の調査表の中で、骨盤位と逆子も今回は吐きましたという一言があったと思うんですが、これの理由を教えていただければと思います。
当事者が今いません。覚えてらっしゃれば。ちょっと調査の責任の藤森が先生がちょっと退席しましたので、理由としては今回取らなくてもいいのではないかという判断だと思いますけど、その根拠に関しては今ちょっとお答えできないので、改めて聞いて確認してお答えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあその他ですね、全般的なことについてご質問ある方いらっしゃいますか。共同通信の篠原と申します。甲状腺でちょっとすみません確認なんですけども、 3点あります。多分2点は医大の鈴木先生で、最後1点は座長の星先生か委員の方にお願いします。2点、本格検査でちょっと言及が全然議論でなかったので、改めて伺いたいんですけども、本格検査の二次検査対象者46人、これっていうのが先行検査で同じように二次検査になった人が何人で、で二次検先行検査受けてない人が何人でとか、その本格検査と先行検査、まずこれから本格検査大事とおっしゃってたので、もうちょっと比較できるようにこの46人の内訳説明してください。それが1点目です。今お答えします。まだ例数が少ないのでそれは把握しております。把握しておりますが、まだ非常に数が少ないので答えるほどの数ではなかったので、出しておりません。これ今後もう少し列が増えてきたところでは、そのかなり分かれてきてしまうので、パターンがそれに関してお答えして、どんな特徴があるかっていうのも伝えられる範囲で伝えたいと思います。当然そういうことも心配される方もいますし、我々は1回目2回目、全て、そこを比較して判定の時もちゃんと見ております。以上です。ちょっとしつこくと申し上げ、今回出せない理由ってあるんですか。個人情報関係ないと思うんですけど。いや票を作ったとき非常に少なくばらついたので、出さなかっただけです。数が非常に少なかったということです。はい、後でもいいんで出していただきたいんですけども。その辺はこういう票を作るときにはこれだけじゃなくて、いろんなところは検討委員会や検討のあれでこういうものはできてくるので、その中で決まったことです。ちょっと時間もないんで、やっぱ本格検査と先行検査比較が大事になってくるってずっと皆さんがおっしゃってたことなので、もうちょっと表として次回以降多分数字も増えるんで分かりやすい、これこのまま県民にホームページに載せられるので、その辺をもうちょっと意識して作っていただきたいのが1点4です。続けて質問します。であとこれ簡単な質問ですけども、2011年度の人が生まれた人が増えますよね。先行検査結局対象者前だと先行検査は37万人、約37万でしたけども、本格検査に入ると、これ対象者、約何万人になるのかというと、あと最後、座長の藤先生に伺いたいんですけど、中間取りまとめの話、議論、これ確認したいのですが、前々から、1巡目の検査がある程度出そろう、夏頃に、検討委員会の意見をまとめたい。